ほとんどのご、ヒントはみんな。コピーっていうのは印刷機のコピー？まあ、印刷っちゃざっくり言えば、雑白に言えば印刷ですし。そうなんですか。なんでそこに差が出るのは、そこでさっきのこのことなんですよ。この根本的なご訪問に、ご本尊の開眼供養っていう儀が入ってるわけ。開眼供養、うん、仏様になす。そのコピーの本尊、うん、まあ、言ってみれば紙とインクですよ、本当に率直に言えばね、はい、そのただの紙とインクをそのままそこに精進の如来を、ご魂魄をそこに映し出すことができる。それを開眼供養と。それはどなた？芸家しかできない。芸家しかできない、うん、もうそれは一人一人伝わってた。ご本尊を所持することも芸家しかできないし、ご本尊のそういうずっと全部のご本尊が所持本尊で済むならいいよ、世界中の構成ルールが。だから最終的には最低でも日本が例えば1億2000万人ざっといって 4000万所帯いるわけじゃないですか。4000万人のご本尊様は芸家なんだよ。それも謎だったんですけど、普通に考えて無理に決まってんでしょ。だからある時期から昔からそう、お方にご本尊で存在したんですよ。版木でこう彫って、大乗院様も当時からもあった、こう版画に版で彫るわけですよ。でそれをこうする。へえ。だけどそれのまあ延長線上に今では印刷技術でやるわけだ。これは日達商人時代ぐらいから始まった、日韓商人、日照商人ぐらいから始まったんですよ。64世。まあ当時ほら学会が爆発的に広まっていったから、それはもう本当に応対できなくなった、ね、いくらなんでも内徳信仰ではかわいそうだと。でさりとて諸釈本尊様を与えるにはあまりにもそれは不確かだと思うんだ、信じる。諸釈本尊さん本当にもうさっきの純真かつなんだかつ確実な信心の人っていう人に限られるからね。うん、めったな人じゃない。お名前がある本人。本人の？うん、自分なら自分のあたうって。あ、そうなんですか。だからまさに芸家の木質のそのまんまですよ。そしてそこに自分の名前が入って、これは家宝、もう末代まで大事にしなきゃいけない。代を重ねてね。だから常住ご本尊って言うんです。で。でも基本はそこまで上り詰める信心の人っていうのはそんなに大勢はいるわけじゃなくて、ほとんどだからといって別に、なんつかな、優劣の差はないんだよ。はい、ないんだけどもさ、まあ何かそういう決まりがあるわけだよ。でもその印刷されたご本尊のご開眼をされないことには、はっきり言ってただの神というのですよ。ご本尊というのはなぜご本尊かって言ったら、大乗人様だからご本尊様。生きてまじまじ大乗人様だから、ご精進の如来様だから、我々がお使い申し上げればそこに境地明合して観音同行してこちらの仏会が開くと。仏様だから、こっちは他に仏が開く縁は一つもないけど、ご本尊様のみに触れると十戒の中の仏会が唯一開くわけ。それはご精進の如来様だからできることで、同じ格好してでただ紙のインクじゃダメなんだよね。それはそのようになられました。でもそれができるのは芸家だけなんだ、でその浅井さんがいかにひどいかっていう中の大きなテーマとして、検証会が本尊を作っちゃってるっていう問題があるわけです。開眼供養していないでね。その問題、まあ後で一番本当は重要な問題だからだけど後で触れるけど、あ、ごめんなさい。でも開眼供養をもうその資格さえもないです、うん、ないってことになるんです。検証会じゃない、ない浅井さんにも解散処分だから、つうか芸家以外ないんだから、芸家以外の人が開眼供養は世界中どこ探してもいないわけです、できる人。あの検証会の本尊は全部そうなんですですね。あ、元を正せば、あのよく言う松本日人氏からもらったと言われてるね、はい、その常住ご本尊、諸釈ご本尊のね、それの7体だか8体、はい、それと日韓商人って言われてる、うん、600体だね、数百体って言ったんだ最初、うん、そのご本尊はかつてはご開眼されてるわけよ。かつては、そう、かつては、そう、その松本日人氏が
これも全部浅井さんの言葉しか残ってないからね、僕はこれだって 100% 本当とは思ってないから、ただ、まあ、浅井さんの言葉を一応信じる限りは、松本日人氏からもしもらったとすれば、その段階においてはそのご本尊のグループは開眼供養はされてるご本尊ですよ。僧侶としてちゃんとお寺で持ってたから、まあ松本さんはね、自分でご本尊印刷すること度胸とかそんな恐ろしい人だと思うんだよね。その可能性だってゼロとは言わないよ。あの時代になんで西川商人のご本尊がそんなにたくさんあるのかっていうのは大きな疑問なんだよね。当時新田商人の方にご本尊がどんどん巷にさ、もうほとんど全部出回ってて、昔の西川商人のご本尊なんてのはね、昭和、さっき言った日照商人の時代の時の出来事だから、昭和の27、8年から昭和の32、3年ぐらいまでの出来事のことなんだよね。その時のお方にご本尊がなんで松本日人氏がさ、そんな昭和、50年代にね持ってたのかっていうのは分かんない。本当言うと異常なケース。本来なら宗務員に返すとかしてなきゃいけないんですよ。だから大体疑わしい、そもそも疑わしいだけど、まあ 100% の昭和61年の浅井さんのあの言葉を信じてあげれば、その一応グループはご開眼はされてたと一応言ってもいいでしょう。でも大事なことは、今度はそれをもらったでしょ浅井先生が。そしたら解散処分され結局破門されたわけだもん、二元召集から。ってことは正当なご開眼様から、ってかご開眼様は忍法一貫ご本尊様、つまり大聖人様からずっと700年来伝わってきたちゃんとこの血の流れ、血脈っていうわけだから、例えて言えばこの水脈がずっとつながってなければご本尊のことはないわけよ。ってことは何のご本尊のこうやっていただいて抱え込んだって、はい、あなた自身が破門ですよって言われた瞬間にこのご本尊様からは御魂が抜けちゃうんです。マシティワンや浅井さんはそれ以降言葉をどんどん重ねていって、あ、その時に言わなかった、ありもしなかった日武商人の大福か本尊っていうのが途中から出てくるんですね。よく聞きます、それは日武商人の本尊だなって、でもそんなのどこにも最初の61年の時は何も言ってないんだよ。松本日人しかいただいたご本尊全部列挙してたよ。細かく、まあ、誇らしげにこと細かく列挙してこれが検証官がいただいたご本尊ですよって説明している、その中に一言も載ってないものが後々の指導に出てくるんですよ。それはいつぐらいに言ったんですか。平成10年列挙してたっていうか、それ全部61年、ここに載ってます。いやそうないよ、私は一番疲れたくないから載ってないんじゃないですかね。まあ一応さっきの話一回戻すね、せっかく出したからね、はいはい。